い、クジラクジラ。なんだね。持続可能な社会を望んでいないなにわ男子んじゃん。いるね。そのなにわ男子の正式メンバー加入を目標にしている大西流星んじゃん。いるね。なんかおじいちゃんとおばあちゃんしか見ないようなバラエティに出演したんだけどさ、うん、そこで大西流星に喧嘩を売ってきた芸人がいたんだよ。誰だっけ。ほらチンピラみたいな志村けんの太鼓持ちだった千鳥の大悟よ。おお。その番組で西畑大吾とディズニーに行った時のツーショット写真を紹介したんだけどさ、うん、その写真を見たチンピラ大吾が女に撮ってもらったんじゃんって言ったんだよ。おお。そしたら大西流星がそんなダサい匂わせしないですって反論したんだよ。そうなんだね。それを聞いたナニファムが大絶賛しているんだよ。でも匂わせについて否定すると二宮和也さんをディスることになるよね。そうなんだよ。大西流星さんは意図的ではないにしても二宮和也さんの奥さんを批判したことになるね。これでますます正式メンバーへの道が遠のいたな。遠のいたというか可能性ゼロになったんじゃない。もうマリウス陽の代わりにセクゾに加入するしかないだろ。